はい、ECスタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、自分が愛用してますカメラバッグを紹介させていただきたいと思いますので、興味ある方は見ていってください。今更かよって感じなんですけど、はい、今更です。今更紹介させていただきたいと思います。自分はですね、カメラマンとして今12年目、13年目、を迎えようとしてるんですけど、これまでずっとね、いろんなねカメラバッグ使ってきたんですけど、このカバンで、6台目のカバンになります。6台目は、ローリングバッグで、5台目もね、ローリング式、コロコロのカメラバッグを使ってました。こういうねキャスターがついてるカメラバッグをね使ってきたんですけど、4台目まではこのね、これ4台目なんですけど、タムラックっていうね、アメリカのブランドなんですけど、こういう感じの肩掛けタイプのねカメラバッグをずっと使ってきました。肩掛けのバッグってね、結構機動性があって小回りも効くし、持ち運びもね、パッと持ってパッと下ろしてっていうのが機動性があってよくて、でカメラバッグからのねこうアクセスもね良かったりとかするんで、使い勝手はねめちゃくちゃいいんですけど、肩掛けバッグの弱点が2つあって、っていうのが1つ目がこう肩にかけるじゃないですか。もう片方の肩にもう全体重がね、全機材のウェイトがね乗っかってくるんで、もう結構痛くなってしまうんですよね、っていうのが弱点と、あともう一つの弱点が、このカメラバッグ自体をね持ち上げたり下ろしたりとかするときに、腰へのね負担がねめちゃくちゃかかるんですよね。今アラフォーのねおっさんカメラマンなんで、そういう意味でちょっとね肩の負担と腰の負担がかかるこの肩掛けタイプのカバンは買わないようにしました。で今使ってるのがこの、ローリングタイプのねカメラバッグになります。はい、ちょっと前置き長くなりましたけど、こちらがシンクタンクっていう会社さんのエアポートナビゲーターっていうねカメラバッグになります。このキャスター付きのバッグとしては比較的というか、かなりコンパクトめな作りになってるんですけど、優れたねカメラバッグになっているので、今回ちょっと紹介させていただきたいと思います。この子紹介する前にお話したいんですけど、そのシンクタンクっていうね会社っていうのは、もともとロープロっていうね老舗のカメラバッグのねデザイナーをやってた方が独立しはって、でシンクタンクフォトっていうね会社を立ち上げて、よりプロ向けの、より頑丈な、より屈強なカメラバッグをね作り始めました。なんでね、作りはめちゃくちゃ頑丈です。デジカメウォッチのね記事をね読んだんですけど、社長曰く、もうこのファスナーがねやっぱカメラバッグって壊れやすいんで、ここのファスナーに関してはかなりのね力を注いでるみたいですね。頑丈な作りのファスナーを採用してます。であと2点あるんですけど、キャスターもねめちゃくちゃしっかりとした作りになってるので、なかなか壊れないですね。あとハンドルですね。ハンドルもちょっとした段差はね、もうこのままねカメラバッグごとねこう持ち上げたりとかしちゃってるんですけど、あんまよろしくないんですけど、そういうね結構荒い使い方をしても壊れにくい作りになってるので、そういったねプロ目線の視点でカメラバッグを作ってるので、全体的にねしっかりとした作りになってるブランドさんになります。これよりも以前に使ってたカメラバッグで、それもねキャスター式なんですけど、エアポートインターナショナルってね、これよりも一回り大きなタイプのキャスターバッグをね使ってたんですけど、それもね3、4年ぐらい使ったんですけど、もうキャスターがね壊れることもなく、ハンドルもね壊れることなくずっと、使うことができました。ちょっとねそれは手放して、で新しくねコンパクトサイズのこのエアポートナビゲーターに、2年前かなに乗り換えたんですけど、この子ね優れもんなんで、今回ねこの子を紹介させていただきたいと思います。ごめんなさい、だいぶね前置き長くなってしまったんですけど、それぞれね特徴をね紹介していきたいと思います。まずですね、何よりねこれキャスター式のカメラバッグなんですけど、なんと肩掛け用のねストラップも付いてるんですよね。例えばね電車に乗るとき、地下鉄で、エレベーターがないとき、エスカレーターがないときに、緊急用でねこうやってね、持ち上げて階段をね降りたり登ったりとかすることができます。駅構内をねこのハンドルだけでね階段をねガーって降りるの結構大変じゃないですか。まあ数段やったらねこれぐらいで足りますけど、かなりのね段数があるところを上り下りするときにはこのね肩掛けが便利です。あと不整地、砂利道とかね通るときキャスターがね使えないっていう状況でも、この肩掛けがあるので、そういったね
場所での移動運搬もできるということですね。まあ、メインではね使う用途では作られてないです。そこまでねその頑丈に作られてる感じはしないので、あくまでも緊急用のストラップとして、ついてると思います。肩掛けのストラップで、ね、何が作れてるかってね、これね二重になってるんですよね。こう輪っか状になってるんですよね。でこの輪っかの部分にハンドルをね差し込めば、こうストラップがね地面に落ちることなく使えるんですよね。これめちゃくちゃいいですよね。こういう感じでストラップをねこのハンドルの部分に輪っかの部分をね入れて、運ぶことができると。はい、じゃあね中身をね見ていきたいと思います。まず上の部分ね、あの上部の部分にちょっとしたポケットがあって、いろんな小物ねあの USB だったり名刺だったりとかね入れる場所があります。カードケースとかね入れてもいいと思います。後ろの方にもねシークレットポケットがあるので、この中にね緊急用のお金をね忍ばせておくっていうのもありかもしれないです。このエアポートナビゲーターって2つの場所からアクセスできるようになってます。これねまず1つ目は上部からカメラにねアクセスすることができます。こういう感じです。天面にはね、小物を入れるねあのちょっとした小物入れスペースがあったりとかで、上からねあのボディを入れれるようになってます。今はね 1DX Mark II がねここボーンって入ってるんですけど、でここもう一つのスペースに、通常はねあの今撮影で使ってます R5 ですね、 R5 のボディをこの中に入れてます。今現在ねあのレンズとは一緒に収納はしてないんですけど、このディバイダーを調整することによってレンズごとねあの頭からね突っ込むこともできます。自分はねあのレンズも、取り外していつも収納してます。はい、という感じですね。上部はこんな感じです。はい、でもう一つのアクセスポイントがこの前の部分ですね。前面からアクセスすることができます。カメラアングル変えます。飛び出してきちゃうんでね、ちょっと上から俯瞰のアングルに切り替えます。はい、じゃあメインのね部屋をね開いていきたいと思います。この前面の部分になるんですけど、こんな感じになってます。でこの蓋の部分の間にパソコンをね入れれるスペースがあります。はい、自分が使ってますMacBook の15インチですね。 MacBook Pro の15インチがこの中に入れることができます。でちゃんとねあのここにパッドが入っているので傷いかないようになってます。で下の部分もねちょっと浮いた作りになっているので、あの地面にね接地しない作りになっているので、コロコロ転がしても衝撃がいかないようになってます。でもう一つね小部屋があって、この中にフラットな書類ですね、 A4 のね書類を簡易的に入れるスペースもあります。まあ、そんなにねたくさんの量は入れれないんですけど、ちょっとしたね書類をね入れるスペースもあります。こんな感じです。こちらが、パソコンを入れるスペースですね。なんでまずパソコンですね。はい、じゃあね常用で使ってるレンズはねもうすべて入ってるんですけど、1個ずつ、取り出していきたいと思います。はい、まずですね、100マクロですね、マクロレンズです。はい、で続きましてこちらは、135です。135の単ですね、 F2 ですねが入ってます。で続きまして、85の単です、 F1.2 が入ってます。はい、で続きまして50の単ですね、 RF レンズです。ここら辺はね全部 EF レンズなんですけど、こちら RF の50の単が入ってあります。はい、でもう1本入ってます。16-35 ですね、 F2.8 の、EF レンズです。これ2型です。ちょっと古いタイプなんですけど、ここね今何も入ってない状態なんですけど、こちらに EF の2470が入ってます。今あの動画の撮影用にあの2470使ってるんで、空っぽになってますけど、通常はねもう1本入ってます。で、レンズは以上ですね。で他にも 1DX Mark II 用のバッテリー、クリップオンストロークですね、580EX2型ですね、だいぶ年季の入ったクリップオンストロークになってます。あんま最近使ってません。で他にも、カードケースですね、 CF カードを入れたりとか、SD カードをね入れたりとかするケースが3つですね。このタイプのねカードケース好きなんです。結構頑丈に作られてるんで、あとゴムパッキンも入ってるんで衝撃にも耐えられるんで、これ結構長い間愛用してます。はい、で、レインカバーですね、あのシンクタンクフォトはねもうほとんどのエアポートシリーズは必ずと言っていいほどレインカバーね入ってると思います。で
あとはブロワーですね。ブロワーと R5 用のバッテリー、予備バッテリーですね。今1本しか入ってないですけど、ここに2本入れてます。ちなみにね、これコントロールリングマウントアダプターのケースです。これええやんと思って、この中に R5 用のバッテリーを詰め込んでます。で、あとこちらはもう小物ですね。ふわーっと、いっぱい入れてるんですけど、なんやかんやフラッシュトリガーだったり単三単四電池とか、もういろんなガチャガチャした小物ですね。ここにね一式入っております。これちなみに CPS でね、非売品のケース、ソフトケースです。めっちゃ使ってます。はい、という感じですね。で、これプラス、1DX Mark II ですね。 1DX Mark II、 トランスミッターとね、この L 字ブラケットついてますけど、こんな感じで入ってます。はい、ざっくりなんですけど、こんな感じで機材をいつも持ち運んでます。結構量入りますよね。これプラス、今ここに映ってるもの全部プラス、今撮影してる R5 と EF の2470が入るんで、結構なね物量の機材が入るので、意外と運べるものの量はね多いです。伝え忘れてましたけど、サイドポケットもねあるんです。はい、ここにねサイドポケットがあるので、この中にペットボトルを両サイドに入れることもできます。はい、こんな感じですね。ポケットにドリンクを入れることができます。まあね、自分は入れてないんですけど、短めの、 あの三脚やったらここら辺にあの差し込んで運搬はできるかもしれないですけど、あんまり、頑丈ではないですね。これ結構伸縮性のある生地を使ってるんですけど、あんまり三脚を運ぶスペースとしては使えないかなといった印象ですかね。はい、という感じですね。はい、という感じで結構なね量の機材をね持ち運ぶことができるので、このねエアポートナビゲーターはね、おすすめの機材になってます。肩掛けのねストラップもあの取り外しすることもできるんですよね、こうやって。はい、こういう感じで取り外すこともできるので、肩掛けストラップいらんわっていう方は取り外して使うこともできます。エアポートナビゲーターね結構気に入って使ってるんですけど、ちょっと間違えたなって思ったのが、このエアポートナビゲーターに買い直したのが2年前 で、それまでねもう一つ大きなエアポートインターナショナルっていうねタイプの、それもねシンクタンク製のカメラバッグなんですけど、それをねずっと使ってて、今後ねミラーレスに移行していくから、もう少しねコンパクトなカメラでも十分いけるやろうと思ってエアポートナビゲーター買い直したんですけど、実際ね R5 はねあのボディすごいコンパクトにはなってるんですけど、ただ RF システムのレンズってね、レンズがねでかいんですよね。でかいし重いし高いしっていうね風に自分はずっと言ってるんですけど、 RF 系のレンズはね総じてでかいんで、ちょっとねエアポートナビゲーターには収まらないサイズ感になってきてるっていうので、そこは後悔してます。こんだけ入れてね、まあ必要なあの機材ね全部詰めてしまうと、もうパンパンになってしまうんで、余裕を持ったねあの機材の運搬ができないので、そこら辺がね後悔してます。もう一つ大きめのエアポート系のカメラバッグにすればよかったなっていう風に若干後悔はしてます。そうなんですよね、シンクタンクね、いろんな種類のキャスター付きのねカバンを出してて、他にもねエアポートセキュリティって言って、もう一つ大きな国際便には乗れないぐらいの大きな、キャスター付きのカバンを出してたりとか、あとテイクオフって言って、あのキャスタープラス肩掛けじゃなくて、あの背負えるバックパックとしても使える用のカメラバッグを売ってたりとか、あと、ローラーダービーって4輪のキャスターがついてるカメラバッグもね出してたりとかするんですよね。なんでいろんな種類の、 あのキャスター付きのカバン出してるんで、あのシンクタンク頑丈で使い勝手のいいカメラバッグがね見つかると思うので、皆さんぜひ一度ね調べてみてください。で、おすすめのサイトリンク貼っときます。あの銀一がねどういったタイプのキャスターバッグが欲しいっていうのを質問してくれるサイトがあって、そこに行ったら自分に適したキャスター付きのねバッグをね探すことができると思うので、あのリンク貼っとくので、もしよかったら覗いてみてください。今回はエアポートナビゲーター、自分の愛用しているカバンを紹介させていただきました。はい、ということで今回は以上になります。それではさようなら。